長沼駅は、静岡県静岡市青区長沼一丁目にある、静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は、S06。駅に隣接して、長沼工場と鉄道営業所があり、入出港を兼ねた、当駅始発列車、当駅終着列車も設定されている。駅構内島式ホーム一面二線と、短式ホーム一面一線の計2面三線を有する、地上駅。 駅の北側には、長沼工場の県車庫と留置線が広がる。長沼工場からの上り方への渡り線及び、校内入れ替え用の引上げ線がある。例年行われる、静鉄電車祭には、当駅と長沼工場が会場となる。一番線は主に車両の停泊及び、同駅発の区間運転に使用され、通常は列車の発着はしていない。 車両検査の都合などの理由によって、稀に車両を交換するために一番線に入線した車両の乗客を二番線に待機していた車両に移動させる場合がある。また一番線に普通列車を退避させ、二番線を通過する急行が追い抜きを行うことも可能であり、この運用は2011年12月10日から2012年1月9日の土日宿日に、 臨時休校が運転された際、初めて実施された。静岡市統計所によれば、2018年度の1日平均乗車人員は1304人、降車人員は1194人であった。この乗降人員数は、静岡清水線全15駅中10番目である。なお、同統計によれば、近年の乗降人員は以下の通りである。 1996年11月18日、住居表示により、長沼町1丁目から解消 AB、長沼、静岡鉄道、2021年2月17日閲覧、静岡市統計所静岡市、ありがとうございます。